はい、どうもデアルです。ということでね、明日26日に東京に行くということで、この後僕は夜行バスに乗って東京にね向かうわけなんですけれども、まあね、本業の仕事にも復帰してね、本業の仕事を終えて今ですね、まあ満喫の、個室に入って、ちょっとね、まあ体を休めたわけなんですね。まあ別に寝てはないんですよ。寝たらね、ちょっとね、夜行バスで寝れなくなっちゃうんで寝てはないんですけれども、まあちょっとね、ご飯食べたりとかお風呂入ったりとかするのがね、ちょっとね満喫できるんで、そういうのやったりとかしながらね過ごしてまして、あとは充電関係ね、今回ね夜行バスもしかしたら充電できるというか、コンセントがないかもしれないというところでいろいろ準備をしたりとかしてねいまして、いやーちょっとね明日ねどうなるかまだね全然読めないんですけれども、ちょっと頑張っていけたらいいかななんていうふうに思うんで、みんなのためにもちょっとね頑張りたいなと思います。なので、まあ、ちょっとねため撮りとかねしてこれなかったんで、ちょっとね今日の夜の動画はまあこのね、あの近況報告というか、今から行ってきますっていうね、動画というか、まあ報告動画っていうことになるのかな、まあそれこの1本上げたらもうね、明日待つのみということになっちゃうんですけれども、皆さん明日はねどうなるかな、どっかで感想トークとか撮れたらいいんですけれども、レポートとかね撮れたらいいんですけれども、ちょっとどうなるかね全く明日が読めないので、明日の動きがね、なので、まあ、随時ちょっとコミュニティの方で報告をねしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。なので僕は今から東京に行ってきます。バイバイ。みんな明日楽しみに、僕も楽しみに頑張ってくるから行ってきます。ウィー。